こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、ユニクロの春アウターは、これが最強というテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まだまだ寒い季節は続くんですが、ファッションの世界では早くもですね、春物が続々と入荷しているんですね。まあその中でもユニクロは特に早くて、まあ様々な春のアウターなんかも出てるんですが、その中でめちゃくちゃ良いものをですね、今回発見してしまったので、自腹で買ってですね、全力で皆さん さんに解説をしてみたいなというふうに思っていますまあ、早速ですねその商品を皆さんにご紹介したいなと思うんですがこちらのアイテムですね まあ、とっても春らしいアイテムになってるわけなんですが、商品名はですね、ユーティリティデニムジャケット、コットンリネンというものになります。カラー展開は3色ありまして、ブルー系が2色あって、もう1色はオフホワイトということで、まあ、さらにですね、パッと明るい春らしいカラーになっていますが、僕が購入したのは、明るい方のブルーですね。66ブルーを購入しました。素材に関しては、コットンが77%、リネンが23%ということで、まさに春らしいですね、 アイテムにななっているかなと思います、まあ、前々からこれはですね、実は気になっていたアイテムではあるんですね。まずはこのユーティリティジャケットというアイテム自体、ユニクロの中で僕はめちゃくちゃ好きなアイテムなんですね。まあ、年末にですね、1年間を通して買ってよかったアイテムを皆さんにご紹介しましたが、その中でもユーティリティジャケット、僕はですね、去年買ったのはオリーブ色のものでしたが、そこにも入ってたぐらいですね、ユーティリティジャケット完成度が高いんですが、そこにですね、このような デニム生地が乗っかったような、まさに僕が大好きな路線のアイテムだったので、これは迷わず購入してしまいました。ただですね、僕の中では、このブルー2色あって、濃い方がいいなと思っていて、そちらを買おうと思っていたんですね。まあ、昨日実際買った時に両方試着したんですが、濃い方も良かったんですが、明るいこちらの方がですね、着てみた時の感じがすごい良かったんですよ。ですので、今回はこちらの色を購入しましたが、濃い方のブルーもめちゃくちゃ良かった ったのでこのあたたたりは是非皆さん実際にててててみてですすね検討していいいだきたいなと思っています今回はこちらのアイテムを実際に着ながら大人の男性の着こなしも想定してですね、しっかりと解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしています。現在チャンネル登録20万人を目指していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで実際に来てみました。どうでしょうかなかなかいい仕上がりだと思うんですね。まあ、いろんな角度から見ていただきたいなと思うんですが、横だとこんな感じですね。 後ろはこのような形になっています。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型なんですけども、今回選んだのは M サイズです。もともとちょっとゆとりのあるサイズイングではあるんですが、まあそれでもですね、トレンド感のある着こなしが僕は好きなので、ちょっと S じゃちっちゃいかなと思ったので M サイズにしました。まあ少しですね、ゆるさのあるような感じではあるんですが、かといってだらしたく見えるようなサイズ感ではないので、個人的にはですね、めちゃくちゃいい雰囲気が出てるんじゃないのか デザイン的には UTT ジャケットがベースになっているんですが、まあ、ワークですとかミリタリーベースのデザインなので、ちょっと男らしさもありつつも、着丈がですね、まあ、MA-1 だとかコーチジャケットよりはですね、短くないので、ちゃんとお尻が隠れるぐらいあるんですね。ですので、適度な大人っぽさというところは表現できますし、いわゆるステンカラーコートだとかチェスターコートのような竹の長さのあるものと比べると、足さばきが圧倒的にいいので、動きやすいんです。 まあこの点も含めて僕はこのような丈感って大好きなんですが春先これは活躍するようなアウターになってるのかなと思います、まあ、デザインベースはカバーオールのような形になってまして左胸にポケットがついていますそして両腰部分にもポケットがついていてここにですねさっとこう手を入れるとですね個人的には安心感があるのでこのポケットすごく個人的にも気に入っています まあデザイン的にもこういったポケットがですね、アクセントになるので、なかなか良い雰囲気かなと思います。まあ肩周りはですね、ラグランスリーブになっていまして、まあ丸みのあるシルエットがより表現されているのかなと思います。どこを見てもデザインのバランスはほとんど完璧に近いかなと思うので、非常に気に入ってるアイテムです。そして素材感なんですが、まあユーティリティジャケットをデニムで表現したというところで、このあたりも個人的にはめちゃくちゃ好きなポイントなんですね。実はですね、今回 これを買ったわけなんですが、僕のクローゼットの中には、すでに似たようなものが1枚あったんですね。それも一応皆さんにご紹介したいなと思うんですが、まあ何度かですね、昨年着ていたので、皆さんも見覚えがあるかなと思うんですが、こちらはレミレリクという国内のブランドのですね、もう本当に似たような風合いのですね、シャツアウターになるんですが、 これが大好きでめちゃくちゃ去年来たんですね。まあ、レミレリーフっていうのは加工がすごく凝っていてコアなファンが多いブランドで僕も長年着ているブランドなんですがこの加工の美しさっていうのがですね僕の中ではイメージがあったので、まあ、正直ユニクロのこのようなちょっと明るめのブルーどうかなと思ったんですがこれはこれで完成度がすごく高かったんですね二つを見比べてもやはりですねテンションがめちゃくちゃ上がるのはレミレリーフなんですが十分に 価格帯とととのバランスででうとユニクロをよくできているかなと思いますちなみに、レミレーリーフのものは2万円を超えますので、そういった価格帯とのバランスを考えると、ユニクロのこちらのジャケット、すごくよくできてるかなと思っています。色のムラ感だとか、落ち感みたいなところも含めて、かなり表現、綺麗にできてるかなと思います。6000円弱で、このようなアウターが買えるというのは、かなり驚きだと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。まあ、個人的には、先ほどもお伝えしましたが、濃いブルー の方でですすねねあちらを最初は買おうと思ってたんです、ねまあ、このような色落ちしたものって、先ほどのレミレーリーフじゃないですけども、本当にですね、繊細な作業で、技術力の高さで結構差が出てしまうところかなと思ったので、まあ、濃い色の方が安心かなと思ったんですが、実際に着てみたらすごく良かったので、ぜひ皆さんもですね、両色試しながら気に入ったものをですね、ゲットしていただきたいなと思います。着こなし方はですね、これから皆さんにどんどんお伝えしていきたいなと思ってるんですが、まずは、この内側にですね、 僕の大好きなバンドカラーシャツを合わせてみました。こちらは僕のブランドで作ってるストライプのバンドカラーシャツなんですが、このようなカバーオールの下にちょっと綺麗めなシャツというアイテムを取り入れるだけで、まあ、だいぶですね、大人っぽい着こなしが完成するかなと思います。今僕はですね、ストライプ柄を着ていますが、先日の動画でもご紹介しましたユニクロの白のスタンドカラーシャツですね、こちらに変えてもバランスがいいかなと思うので、まあ、ぜひまずはですね、シャツと合わせてみるという着こなし、試していただきたいなと思います。 そしてボトムスに関してはもうブラックですね。アウターがブルー系なので、ボトムスをブラックで引き締めるというのが、まずは鉄板かなと思うので、このような着こなしから皆さんもですね、トライしていただきたいなと思うんですが、これ以外にも様々な着こなしが想定できるので、ちょっと着替えてみたいと思います。 はい、ということで着替えてみました。どうでしょうか今度はですね、こちらの UTT ジャケットの下にですね、丸首のニットを合わせてみました。このようなですね、ニットも結構相性がいいので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも手持ちのものを合わせていただきたいなと思っています。このようなブルー系の色合いにはですね、ニットの色としては、ホワイトですとか、オフホワイト、ナチュラル、あとは今僕が着ているようなライトグレーのような、まあ、春らしい明るいニットがすごく相性がいいかなと思うので、まあそういったもので合わせていただく のがままずいいいかなと思いますそしてその内側には、先ほどもちょっと触れましたが、ユニクロのエクストラファインコットン、オーバーサイズスタンドカラーシャツですね。これを取り入れてみました。まあこれなくてもいいんですが、取り入れることでちょっとレイヤードを作ることができるので、このように襟元から、そして裾からですね、白シャツを覗かせてあげるのも、まあレイヤードとしては一つ楽しめるのかなと思っています。まああとボトムスは変わりませんね。アウター自体が少しゆとりがあるので、僕はスマートアンクルパンツですとか、あとはですね、 タックテーパードパンツのようなすごく細身というわけではなくてまあ、適度にゆとりがあるようなボトムスの方がまあ、より相性がいいんじゃないのかなと思いますで足元はですね白のジャーマントレーナーですねまあ、これもですねミリタリーワークっぽさが漂う靴なのでまあ、アウター自体のですね雰囲気とちょっと合わせるような形で今回は取り入れてみましたこのようなスタイリングは結構癖がなくてまあ、大人の男性にはすごく再現しやすいスタイルかなと思うのでぜひ皆さんもですねトライをしていただきたいなと思っています続いてですねボトム のカラーですね、今、ブラックを合わせているんですが、まあこれ鉄板でいいんですけども、これを春らしいホワイトに変えるとどんな形になるのか、これもですね、ちょっと着替えてお見せしてみたいと思います。 はい、ということで、ボトムスをですね、ホワイト系に履き替えてみましたが、どうでしょうかだいぶ雰囲気が変わったかなと思います。ボトムスをブラックにすることで着こなしが引き締まるんですが、ホワイトにすることで結構春らしさというところが強調できるかなと思いますし、まあ最近ですね、ますます白パンがトレンドに浮上してきていますので、まあ、こういったものを取り入れることで、より旬な雰囲気が漂うのかなと思います。上半身に関しては一番最初の着こなしとほとんど変わらなくて、 ジャケットの内側にはバンドカラーシャツのストライプ柄ですねこちらを取り入れることで同じブルー系統で揃えてボトムスはホワイトでパキッとですね明るい感じを出したんですね、まあ、ポイントとしてはボトムスの白はですねそんなにタイトなものを選ばずに少しゆとりのあるものを選んでもらうとすごくバランスが良くて今っぽい雰囲気が出やすいかなと思います で、足元なんですが、ちょっとこれもトレンド感のあるですね、ニューバランス、こういったものを取り入れてあげると、結構この全体の雰囲気としては、バランスが取りやすいかなと思います。まあ、もうちょっと先の季節になるかなと思うんですが、春の休日であれば、これぐらい楽な感じもいいかなと思います。 ま、このようなね、トートバッグぐらいでもすごく相性が良かったりするので、これは僕のブランドで作っているものなんですが、こういったダークネイビー系のバッグと合わせながら、僕は個人的に春はですね、楽しみたいなというふうに思っています。まあ、いずれにしろ、これ一着あれば、様々な着こなしが想定できて、かなり使い勝手のいいですね、ジャケットかなと思っています。ぜひ皆さんもですね、6000円前後でアウターが買えること自体すごくありがたいですし、なおかつ色の雰囲気も含めて、完璧な仕上がりだと思うので、 チェックをしてていいいたただきたいなと思っていますはい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロの新作アーターですね。デニム UTT ジャケットをですね、徹底的に解説をさせていただきました。 これは名作ですね。本当にユニクロには様々なアウターが出ていて、ベーシックなものがですね、多い印象だったんですが、ここ最近は結構加工に凝っていたりだとか、ベーシックなデザインなんだけど、トレンド感が程よくミックスされたものが増えてきてまして、そのあたりはセレクトショップのオリジナルに近いものもですね、ちょっとずつ増えてきている印象なんですね。まさに今回のアイテムというのは、数年前のユニクロではちょっとこう想像ができなかったようなトレンド感があって、 完成度がが高い1枚だと思うのででで皆さんもすすねねお店に行って試着をしながらです、ね、こちらのの商品の魅力をですね感じていただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少し中級者向けのアイテムですとか、コーディネートの解説に関しましては、僕がもう一つ運営しています、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています。週に4本のですね、オリジナルの動画と、 と週に1回のですねライブ配信をやっていますライブでは皆さんからのご質問に直接お答えしながらワイワイと楽しく展開してますので気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですね動画をゆっくり見る時間がない方のためにオンラインサロンも開催をしていますそちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方では1日2記事出していますまた僕以外のスタイリストの方も記事を書いてくれていますし 参加者の皆さんも気軽にですね、記事を書くことができまして、様々な記事をですね、見ながら、おしゃれ好きな方々と交流することができるような場になっていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。